っていうのはですね、窓口で引き出すっていう形もあるんですけども、フィリピンの場合、結構待たされることがあるんですよ。で、書面を書く、紙を書くって形になるんですけども、やっぱり時間かかるので ATM を使えるようになるといいですよね。受け取り方っていうのも同じで、多少待たされるんですけども、書いて、待つと。で、必ず、パスポートが大体必要になるので、パスポートを持っていくって形ですね。まあ、預ける場合も大体似たような形になります。わからない場合は、やっぱ日本人の現地の、日本人移住者の信頼できる人とか、日本語がわかる現地のですね、フィリピン人の友達を作るのがいいかなと思いますね。言葉自信がなくてもですね、そんなに難しい、やり取りはないんですけれども、やっぱり、細かいところわからない場合はですね、まあ、現地にいらっしゃる場合、僕なんかに言っていただいてもいいですし、やっぱり、英語とかタガログ語のわかる、日本人移住者、または日本語がわかるフィリピン人ですね、っていうのを助けを借りるといいかなというふうに思います。あと、まあ、